チェガー。それは人間族が魔法を使えるようになる奇跡の鉱石。多くの学者がチェガーを研究し、新しい力、魔法が生まれた。魔法は技術を発展させ、チェガーは人間族の生活に新しい力を生み出した。しかしその裏で、一つの罪も生み出してしまった。魔法という強大な力は、互いに傷つける道具となり、共に歩んできたはずの人間族同士で、多くの争いが生まれた。東の大陸に位置する魔法研究大国、ゲルマ。ゲルマは世界中から優秀な研究員を集め、最高の研究集団を作り上げた。ゲルマの秘密研究集団、イーチュ。ゲルマに逆らう国は、イーチュが研究する強大な魔法で支配されてしまう。イーチュは、世界の脅威となり、大陸中から監視される立場になっていた。しかしゲルマはその思惑を逆手に取り、イーチュのメンバーを隣国、リアーナへ集め、秘密裏に研究を進めていた。今まさに、リアーナを起点に、ゲルマの宣戦布告が始まろうとしている。
面白くない。お前の勝ちでいいだろう。
Hey!
いかんの。この結果もまた面白い。Yeah.
町を譲ろう。これが王の力だ。せっかく実験の成功が見えてきたのに。いや、どう考えても制御できてなかったでしょ。でもいつか制御できたかもしれないじゃん。その前にあなたの体がどうにかなっちゃうわよ。くそー、もっと魔力をうまく扱えれば勝てたのに。やめときなさいって。結構実力差あったと思うよ。ま、もっと違う方向に努力しなさい。幸いあなたの周りの国は協力的なんだし。それは裏切りの経験がないからよ。だから逆恨みをして世界を力でねじ伏せようっていうの？そうよ。ダメ？あんまり好きじゃない。好き好きの問題なの？それで私はここまでされなくちゃいけないの？そうよ。私の機嫌で世界は変化するものだから。まるで神様みたいな言い草ね。都合のいい時だけ神様のせいにするのは人間族の良くないところよ。いや、でもそういうものかな。まあいいや。え？なんか勝手に自己解決？ま、おとなしくしてなさい。遠くの大陸なんかに興味持たなくていいのよ。はーい。こうしてゲルマの願いは魔人の力により絶たれた。力を持ちすぎた生き物の末路を知る神だからこその優しさだが、それに気がつけるのは果たしていつだろうか。そう言っている間にまた別の場所で力を求めようとする動きが始まるのだが、それはまた別のお話。
見つからなかった。とりあえず他の作戦を考えなくちゃ。きっとこの世界のどこかにいるはずだし、そのためにはこの春休みで世界中を調べ尽くす準備をしなくちゃ。ふう、疲れた。おかえり。どこかに出かけてたんじゃないの？いや、それこっちのセリフなんだけど。ああ、ごめん。あの手紙は適当な嘘で、本当は二人で旅行に行ってたんだよ。これ、お土産だよ。旅行先で食べたら、美味しかったの。し心配かけさせないでよ。ということで、釣ったもんだあった割に、空の両親が出かけていたのは大したことではなかった。実はその裏で彼女が大きな事件の渦の一部になっていたとはつゆ知らず、再びゲルマとリアーナには平和な日々が戻ってきていた。空は春休みを満喫し、再び留学先へと戻ると、そこではまた大きな事件に巻き込まれることになるのだが、それはまた別のお話。